どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト11実況プレイ続きやっていきたいなと思います。龍角さんのおかげで喉が良くなりましたということで、早速やっていきましょうね。これまでのあらすじ、前回ちょっとね、まあなかなかの名場面だったんですが、さあということでこれまでのあらすじ、魔王誕生など海底王国ムーレアで魚の姿になって目を覚ました王様、ジョーセレンの助けで王国に襲った魔王杯、読むの下手くそか魔王杯下の魔物から逃げおうす、流れ着いた海で漁師アラーニに釣り、あいつアラーニっていうのか、魔法解け青さんは人間の姿へと戻った青さんを釣り上げた漁師アラーニの青さんのたわごとで、ね、ただごとでない様子に深いわけがあると察し、ミナオの希望である英雄がいるという最後の砦のことを青さんに教えてくれる。世界を回り仲間を集め希望の炎を灯す。王国から逃げた際にジョーセレンから進むべき道を示された青さんは英雄がいる最後の砦に目指すことに。ひとまずアラーニの提案で疲れた体を癒すためよし行こうひどすぎるひど力技がひどすぎるさあ行きましょう。青さんよく戻られました。 OK。 さあね、持って今装備がどんな感じだったんでしたっけね、とまだこの 2D いいじゃないですかまたこのなんとも言えない、このチープな感じ、チープとは言わないけど、この感じがまたたまらんわけですよ。これ行きましょう。今さ、俺さ、5の実況もちょっとやってじゃん。あれもファミコンみたいな感じだなってイメージやってるけど、これもこれでやっぱすごくないこれもすごいよね。この 2D もなんかなんとも言えない。ねえ、あれだよね。味がありすぎるね、これね。さあ行こう。ね、持って、どっちに行く、上上がっていくのかな、これ、どこに、今日が現れた。やめて。倒した。あれ全然強くないじゃん。青さん結構レベル上がってんのかもしれないね。待って、どっちだ。こっちなんだっけ。これはね、あれだっけ。手おじいちゃんの、あれだっけ。あ、いいや、オッケー。こっちか。なんで夜になってるんだろうか。まあ、いいんだけど。こっち、さあ来たー。オッケー。いやいや、これはダメな方。こんなとこに一人でいたら危ないですよ。早いとこ。南にある最後の砦にお行きなさい。ありがとう。待って。キメラの、あ、これワンワン、これってあれだよね。多分、呼んでるんだよね、多分ね。ちょ、待って。ヨッチのタツケンを捕まえた、タケツン？どっち？タケツン！オッケー。恐ろしい魔物相手にどこまで戦うかわかりませんが、最善を尽くします。だって。オッケー、行こう。これ多分、このシーンあったよね。あの、犬が、追っかけて。さあ、来た！最後の、うわー、来てしもた。ルキー、もうどこに行ってたの？来ました。感動の、再会。びっくりマーク。青さん！青さんなのね！私を幼馴染のエマよ。どこに行ってたんや、君は。青さんお帰り、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私本当泣いてしまうね。クーン、ルキ、そうだね、ルキ、こんなに嬉しいのに泣いてたらダメだよね。本当にお帰りなさい、青さん。おわら、おお、ワンワンワン、ブッ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 わざわざやり直さんでよって私たちの村ズーム変わってしまったでしょって、青さんがお城に旅立ってすぐにホメロスというあいつか、ぶっ殺してやるホメロスの将軍がやってきたのって、血のかゆない冷たい目をしたホメロスは私たちの村の広場に集めて兵たちに命じた、ばって皆殺しだと。でも私が生きてる、あの方が命まで奪う必要ないとホメロスを止めてくださったから、村は焼かれお城に閉じ込められてたけど、あの方はとても親切だったわって、誰も私たちを気づけなかったし、わっ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 、ふふ、ごめんごめん、青さんは長旅で疲れてもんねって、おしゃべりはと、まずは体を休めなきゃ、それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあ青さん、私、よっしゃ、ママンか、ママに会いに行こう。うわ、人がいきなり増えたんだが、お前ら今どこにおったんやおいきなり人が増えたね。犬くんの中国体重が地に落ちるとき、帰る場所を失った人間たちが犬に作った最後の希望なのさ、だって。
あっち行ってる。これ俺んちじゃなかったっけ。青さん生きてたのねってあなたが帰ってくれて、まるで夢を見てるみたいだわって。大地が地に落ちた日、夫を失い真っ暗の中命ながら村に帰ってみれば、家も畑も焼けてしまっていたわって。私のギターはもう息子のマーノーローだけあなたにとっても会いたがっていたから、まあ普通に行くか。なんだお前死んでんのか。あいたたた、その味を登ろうとしたら手を滑らせて落っこちまったんだって。私はさすらいの戦士、魔物どもに襲われ、もはやこれまでという時にこの砦に酔わす英雄殿に命を救われたのだ、だって。頼まれるとも倍返し、それがさすらいの戦士と、さすらいの戦士とかよくわかんないんだが。これなんだそのさすらいの。ここなんか広かったような気がするんだよな。英雄殿は逃げ遅れた人や怪我をして動かない人たちを探すため兵を引き連れて探索に出ているのよって。あの方がいくらお使いかで言って毎日あのように叩かれては命がいくつあっても足りないわ。あ、待ってたみたい。待ってちょっと待って、ここ売って、あー売ってんのか。オッケー、戦士が持ってねえじゃん。全然金持ってねえじゃん。ゾンビキラー持ってるもんね多分ね。魔法の盾、あ、まあ、いらないよね。ドラケー、まあ、イレブンはそんなになんかめちゃめちゃ敵が強いっていう感じのはなかったから、ここら辺が欲しいね、ちょっとね。アイアンヘッドギア、5500。高えじゃねえか。高すぎるわ。もうちょっと安いのにしてくれ。あ、あった。力は感じないだって。なんだこれ、カールおじさんみたいな雑な 2D のキャラ。魔物の戦った時に死んじゃねえの光景を見たんだって。襲いかかってくる魔物の群れの後ろに人間の男が立っていたんだよって。それからずっと考えてるのは俺たちが戦ってる間は本当に魔物なのかってな。だってそうだよね。また入ろう久々に。にゃんにもない、にゃんにもなかったわ。で持って下か。ここ結構広いんだよね。来るか英雄殿。あれ一番、あー来たー。さあみんなちゃっちゃか手を動かしてチャンバラを男どもに任せなって。私たちの戦場はここだよ。いたいた、おばさま、大ニュースよ。泣けるね。あらエマちゃんじゃない、そんなに慌ててどうしたんだい。うう、驚かないでね、おばさまって。ほらあそこ見て、お母さんだもんね。青さん、青さんよく無事でいてくれたのね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきりこれどれぐらいなんだっけ、な3日3晩寝込んでたんだっけ。青さん魚のまま忘れちった。何ヶ月、数ヶ月の話なのかな、忘れてた。なんかあの爆発で大勢の人が亡くなったの、次に朝が来なくなり恐ろしい魔物が大陸中に溢れ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だわ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく困った人みんな助けてくれたので、まあ、うん、自分の中のみそぎなんじゃないやつは。そう、ま、そうだよね多分ね。私らは魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後のトレーナーに呼ばれて大陸中の人々が集まっているのさって。それになんとあのデルカダール王もいらっしゃるんだ。マジか、俺のお父さんだ。あれか、お父さんじゃないか。お父さんではないのか。でもね、人を憎んだって仕方ない。まっすぐにはいないけど、あんたは王様に会うべきだって。おじいちゃん、ん？おじいちゃんならきっとそう言うさ、マラコのね。村の北の方にあるよ、言っといてだって。あそこになんかちっちゃい赤ちゃんがいる。野ざらしの赤ちゃんが、大丈夫かな。この子はね、大事が落ちた日に、デルカタルのジョーカー町で泣いていたの。私がこの子を拾ったの、奇跡だと思ったのって。家は焼けてしまっていたけど、お母さんが身を挺して守ったわけで、いや、悲しすぎる。なかなかドラクエってさ、結構ヘビーなことあるよね。まあ11はまあそこまでではなかったけど、もう5とかすごかったじゃん。5ね、皆さんね、興味がある方は今僕まだ実況やってますの。小さな小瓶を手にいた、あ、そなた悪魔の子青さん。いや、もうその言葉、そのような名で呼ぶのはよそうた勇者青さん、それがふさわしい。そなたには申し訳ないこと言って、本当だわ、お前らが騙されとるからこんなことになってもうたんや。まあまあ仕方ないか。まあね、兵士というのは王様のから逆らえないもんであるからね、仕方ないよね。で、持って、もはや あなたは青さんだって。待って。ここあれだね、帝王のじいさんがいたとこだよね。私、お帰るお家がないのって、大樹様が落っこちた日。そこ、大樹が落っこちたんだもんね、あれね。ちょっとデルカダール王にちょっと
会いに行くか。出る北どっちって言った。デレカタ王家に伝えて20年我らが対応しないのは実に2度目のことなんです。1度目は16年前のこと。我らが姫君マルティナ様が、あーまたマルティナさんを早く探さねば。マルティナさんでどっかでなんか操られてんじゃなかったっけ操られてたな。グレイグ将軍、ここでグレイグさあ、まあ、ちょっと待って、先に一旦マップ切り替え OK。 神の石、え、知ってるって。まあ、そう、知らないのか。ここはなんだ、これはなんだ。いえ、 OK、 なるほどね。これがそっか、 OKOK、 あれ話を聞けって今聞いたよね。聞いたからもういいんじゃない。このやっぱツアーなんかちょっと楽しそう。ああごめんごめんちゃい。いいね、またで、まずは王様に会いに行ったらいいのか。いいでしょこの 2D、 たまらんでしょこの感じ、この感じ。デルカタール王どこにいる。あれ王様どこにいるんだろう。あれ王様どこだ。王のテント、あった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 、下のマップに書いてあるわ。これだな。お待ちをしておりました勇士様、こちらがデルカタール王のテントです。デルカタール王は先ほど目を覚まされ、あなたのモデルになったら知るとすぐに会いたいと申しておりました。オッケー、聞こうじゃないか、ことの真実を聞かせてくれ王様。無事であったか。私は長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。その記憶はあるのかね、そなたが生まれたあの日。わしは諸行を解いた、ん、諸行は解いた、何も思い出せぬが、民にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。本当だよね、大変なことになってる。まあでも乗っ取られちゃってるからもう仕方ないよね。許してくれとは言わん。この行は民たちを守ることで返していくともより。青瀬のそなたは大樹での出来事を覚えているか。もちろん覚えてますよ。そうか、あのベロニカの顔覚えてるわ。ベロベロベロニカちゃんの。そうか、わしは何も思い出せない、思い出せないんだ。ただわしに取り付いて何もかが抜けていったような。そして気を失い目覚めた時にはこの鳥に運ばれた後であった。ノアさん、一つ聞かせてくれ。我が娘マルティナは生きているのか。そうか、わからんもね。報告いたします。なんだ、何がある。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。えらいね。さて我らの英雄殿がお帰りかって、望まぬこともや、望まぬこといやもしれぬが、そなたもあやつを出迎えてやってくれ。なんだっけ、最初ちょっとあいつツンデレなんだっけあいつちょっと最初ツンデレじゃなかったっけ。あいつツンデレだったような気がするけど、まあいいや、行こう。迎えて迎えてあげよう。どれぐらいの民が来るんだろうか。生きていたのか。よく戻ったぞグレイグ。して結果は、成果は。デルカタール城に何やら不審な、が動きが、闇に乗じて何かが起きましょう。だって応用って、民たちの安全な場所で不穏な動きがあるそうですよ。不穏な、なんだっけ、この後一回デルカダール行くんで、ホメロスなんかいたんだな、確かな。みんな聞け、じきに魔物どもが来る。戦いに備えて、かがり火をたけ。悪く思わないでくれ、グレイブズほどの男でも、未だにこれまでのことを整理できておらん。近頃あやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。いや、なるほどね。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせない。戦わせたくないのだ。あの、そなたの力を貸してくれ。いいえ迷いのない、いいえ迷いがなかった。そなたにこのごもっともじゃが、だが今はあいつをさせるような恐ろしがおらぬこれ以上、これいいえって何かやったんだろう。もういやいや、わかった、はいしよう。どうせまあドラクエはそういうゲームだ。今夜の戦いを しのげば、はあ、勝機は我らにあり。準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。青さん頼んだぞ。オッケー戦ってやろう、仕方ない。これは武器はもう買えないからいいや。装備ってどうなってんの、装備袋。うちらのあの子らのやつはどうなってこうなってんだろう。力の指あるじゃん。渡す、青さん。疾風の守り、いやー待って、パワーベルト、お、パワーベルトとかもある。いや待って、いいえ、決まった。装備をちょっと変えたいよね。
金の指、アクセ、パワーベルト。でも守備力が下がるね、だいぶ。まあでもいいんじゃない？おお、いいんじゃない？で、頭さ、湿布のバナナでいいんじゃない？守備力だいぶ下がるけどね。あんま変わらんか。変わらんか。まあいいや、これでいこう。いくぞ。戦ってやろう。待って、MP 満タンだ。オッケーオッケー。これか。我がデルガの辺、民衆を任せて、エイドの子いる人と、あ、オッケー。ん？祈りや買い物は、鳥で済ませてください。鳥の外は、七でございます。だって、行こう。さあ、ちょっと戦いがちょっとあるんだよね、ここで。さあ、ゆっくり楽しもうぜ、ここから。よーし、入り、噂に聞いたぜって、対立の端っこからたった一人で鳥にたどり着いたってやるじゃねえか。誰だ、お前。腕っぷしは勇者やぞ、俺。腕っぷしは確か運もあるか。うん、あんたはどこかで、うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれ。悪くない、そういう、こういうやつ。嫌いではないね。よし、着いたぜって、あんたの持ちではここだって、今日こそ魔物の蹴散らしてやろうぜって、最後の最後まで戦い抜こうね。いいね。危な、危な。どうした、グレイグ。言うことがある、ないのか、グレイグ。敵襲、敵襲来たー。このシーン、こんな感じになるんだ。へぇー、面白いじゃん。来るぞ、備えよ。かっこいいね。強かったっけ？いい、大丈夫、あれ。俺、灰技持ってるから。来たー。おーい。こんな感じになるのか。いいね、頑張れ頑張れ。戦いは戦ってあげんのかな。変な匂い、腐ってやがる。これを、そうそう、戦わなきゃいけないんだよね、これね。驚き戸惑っている、戦う。最後、ボスみたいなもちょっといたような気がするんだよな。怖いんで、はやぶさ切りかなんかにしておきましょう。OK。倒せないのか !OK。待って。はやぶさ切り、OK。いいね。骸骨剣士何気に強そうじゃない？2回攻撃してきてるな、こいつ。OK。71、77。おー、いい。おー、強い、強い、強い。いや、うん、全然強い。全然強い。プレステ版とか、俺、これ確か1回負けとるからね。負けてた、負けてた。グレイグどこにいる？まあいいや、ちょっと倒そう。グレイグの時先にも行っちゃっていいのかな？かっこいい。スカルゴンとスカルナイト、ちょっとこれかっこよくない？めちゃめちゃかっこいいんだけど。ボス戦だけにしよう。おー、強い。77、OK。よ、強い強い。強い、無双やないか。これ別にそんな全部、倒さなくてもいいってことなのかい？これまあそうだよね。やばい、やられてる。倒したけど。真ん中のそこになんかいるな。かっこいい。めちゃめちゃかっこよくない？このキャラデザー。イビルビースト。めっちゃかっこいいんだけど。OK。OK。すんげえ、会心。めちゃめちゃ出んだけど。めちゃめちゃ強いじゃないか。弱っ。ほんとプレステ版め、あーもう、全然、プレステ版結構強かったんだよな。俺がレベル低くすぎたのかもしれんけど。全員倒していこう。OK、大丈夫。なんか現れた。気づいていない。バカなのか。バカがいた。バカ。気づいてない。バカだった。よかった。ナイス。お、つえ。青さんめちゃめちゃ強いんだけど。嘘でしょ。でもこれ普通の攻撃と何が違うんだろう。こっちの強いのか。通常攻撃でも3回だもんね。さあ行こう。あ、おおおお、さあ行こう。グレイグ初めてのあれだわ。おお、囲まれてる。伏せろ。かっけー。なんかあった。このシーンめちゃめちゃかっこよかったね。やっぱこういうシーンはプレステの方が感じるかもね。気を抜くだ。次はお前に構う余裕はない。来るぞ。あ、なんか来た。貴様がグレイグか。だってこれ何の敵だったっけな。どんなやつだってごめんなんだけどね。魔軍司令殿。さあ見せてあげよう。お前たち何をぼさっとしている。グレイグを殺せ。来た来た来た。多いんだっけな。おお、来た。マスオ、いたいたいた。そうそうそう、ゾンビ師団長。へえ、大丈夫です。本気を出してあげよう。ギガスラッシュ。いいね、強いね、強いね。倒した。
強い強い、うちの勇者様強すぎませんか。ちょっとベホイム、オッケー、うちの勇者様強いですからね強い、オッケー、71。あれめちゃめちゃ強かったんで、俺多分俺それかあれなのかな、レベルが低すぎたのかな。オッケー、仁王立ちだって、オッケー、お、グレイグすげえ、グレイグそう、仁王立ちとかあったよね確かね。37、終わんじゃないこれすぐ、オッケー、66弱い、弱すぎる弱すぎる、俺めっちゃこれ一回負けたんだから、ほんとこのボス戦でプレステ版でやった時、ぐわいいね、これ思い出を語りながらやるゲームって面白いね。5も楽しいけど、さあ帰ってった。この洞窟何だったっけ。王がお呼びです、青さん殿も共に行こう。わかった、すぐに行く。かっこいい、グレイかっこいいよね。グレイグって動画のタイトルにつけれなかったから、ああ腰が抜けちまったのか、死んだと思った。そうそうそう、僕ほら11の動画出してたじゃないですか。でもネタバレに ならないようにグレイグっていうのを言葉出せなかったですてか8人目のあの人みたいなタイトルでなんかグレイグの最強装備とかを動画撮ったんだけど、名前出したらほらネタバレになっちゃうから出せないから、なんか何人目のやつみたいな感じでぼかして動画撮ってたと思うわ。でもってこっちか、おおのて、んとどこだ、ん、待った、青さん、あんたならあれ、ん、あれっぱかしの魔物に負けないと母さんは最初から分かっていたよって。報告は済ませたが、王様はきっと喜びだろう、先に王様のテントに行っておいで。オッケー、王様のテント行こう。どこだ、この下か。まだこの 2D がたまらんのや王様来た。この旅の働き見事であったグレイグ、そして青さんよ、お前たちの強さを見てわしは確信した、この地に光を取り戻すた、ん、戦いを今こと仕掛ける時だとな。かっこいいね。うわー、デルカダール城に行けと言っておりますね。そっか、これでデルカダール城行くんだね。お言葉ですが王よ、まあ聞け、わしとって無策ではないと、どうにか敵に一夜報いる手はないかと密かに城を探らされておったのだ。高校にあればデルカ城のデルカ城城内に潜入できる地下水路の道を見つけたら、あ、なんかあったな、あのあれだろ、あの亀と飛んだとこだろあのなんか冒険は これからだみたいなところで飛んだとこだろ、あそこ 2D でやれなかったんだね。城の中に入るにはあの道しかないって、この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。青さん、その谷に預けよう来た、青さんはデルカダールの鍵を手に入れた。 OK、私は反対で、この間鳥の式は誰が取るのですか。しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない、だからこそお前にこの作戦を頼むだ、お前しかいない、この夜が明け、ん、夜だけが続けば人の心も失われよう、何案ずることはないって、わしはこの数かけだな思い知らされた、我が民は強く優しさに満ちた何よりも勇敢だ、一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞって、峠は、あ、ん、砦は私が守る、戦えのかいじいさん戦えるんですか、任せたぞ、そのたらわは我らの希望じゃ、任せろ、行こう。じゃあ王の計らいで青さんはしばしの休息を取った、そして出発の時が来た。いいね、出発の時が来たって、これどうなんだろうね、この出発になるのかな、何もないんだよね多分、こっからあとは出ていくんだけど、グレイグと一緒に行くんだよね多分ね。ちょっと待ってね、ちょっと装備も買えないんだよね、お金持ったっけ、あ、4000貯まってる、あ、結構貯まったね、アイアンヘッドギア、ちょっと待ってね、どっから行くんだろう、来たー、青さん、グレイ様お願いです、少しだけ息子と話をさせて、手短にな、行くのね、何があってもこうへこたれるんじゃないよってグレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよって、母さんもとしかねえって、周りがこう暗くっちゃあんたの顔も見えしない、だからお願いだよって、今度は太陽の白であんたの顔をよく見させて、よし時間がない、行くぞ。
息子よろしくお願いいたします。お母さん大丈夫だ、俺の方が強いから母さん大丈夫、俺の方が強いから。リタリフォン、リタリフォン、なるほどね。一回帰るけどね、セーブするからセーブするから。なんかあったね。母親やと、うん、取り出のためのことは心配するな。我が親が約束を違えることは決してない。なるほどね。さあ、地下水路に道よりに城内に侵入し、打ち倒す、いや、闇を打ち倒す。まずはデルカダルの、デルカダルの丘にある導きの業界に行く。あ、なんかそんなあったね。あそこが最初の亀と一緒にいたとこか。そこを拠点に地下水路の道を探すのだ。オッケー、行けんのか。あ、なんかこれなんかあった、なんかあった、また待って、なんかこれなんかあったのかな。ほい、待ったよ、ちょっとリー手に入れる。なんかここら辺からなんか入り口あった。ここに来たってことはなんかあんのか。また家だ。冒険をやめますか。いい、危ない危ないさあ、ということで、なんだ、あれ、まだ仲間になってないのか。ということで、いやー、まあまあ、いろいろ感動シーンありましたね。ということで、今回この辺で終わりましょう。ということで、ちょっと次はデルカダール城に行くんだな。ということで、今回この辺で終わります。よろしければ、チャンネル登録、そして高評価、などもお願いしますね。それで皆さん。